機内から撮影した新潟海岸。特定あり岩底といった護岩設備が目立つ。新潟海岸は、新潟県新潟市内にある海岸。新潟市の海岸線、約3 0トルのうち、中央部を指す。通称では、品野川河口の新潟港西口から、関屋分水までの約6キロメートルを指し、港より南西へ、日和山浜、より浜、金ル町浜。 関や浜と旧地名を冠し高く、浜を含む。行政名称ではこれに、小針浜などを含む青山地区海岸を加え、約1 5トルを指す。五岸工事が進む新潟海岸。古来季節風による日差は、砂丘の形成と停戦を前進信濃川河口砂岩、砂丘の陰に開けた原象の新潟港の様子を1662年観光のため口物語で、 花ならば行く帯袖に押し回し砂の吹雪の新潟の浜と紹介。半世紀を通じて、高知や町並みの埋没防止に砂小垣の設置や組、黒松の植栽工事が簡単なく続けられた。明治期には砂山を三つ越えて相当歩いて寄居浜に着くと、古老が言うほど砂丘が成長。大正年間大川津分水と品野川河口の本格的な西の建築により、 信濃川の土砂供給が減少し、大規模な海岸決壊が始まる。寄居浜では1904年から1927年までに約228メートル、その後1950年までに100メートル、さらに1957年までに100メートルと、停戦が交代して、砂丘一列が完全に消滅。日和山地区では、家屋流出まで起こった。 1960年までに護岸工事が完成して以降海岸結界は止まっている。現在関谷分水までの約6キロメートルの海岸は幅200から3 0 0ル、約22ヘクタールの海浜公園として整備されている。新潟県五国神社周辺はより浜公園と呼ばれ北原。2020年には青山海岸で高さ最大2 2メートルの 大規模な浜掛けの形成が確認された。関谷浜海水浴場 ABCD 角川地名15、P1012 角川地名15、P1012 から1013、AB 角川地名15、P1013、新潟、青山海岸に大規模な浜掛け全長700メートル、超過去40年で最大化。新潟日報。 https://www.niigata-nippo.co.jp-news-local-20200503541411.html ありがとうございます。